はいどうも、ケーキングです。今日ですね、ウイニングポスト9、2021、続きやっていきましょう。2004年になりました。1月の1週から難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。今年はね、楽しみな2歳多いっすよ。期待してください。ハードル上げていこう。マルガイの星。これがね、なかなか良かったんですよ、印。だこの覚醒、ちょっとこれ厳しいよね。ねこれ厳しいっすよね。ただまだいけるか。まあ、もうちょっと使いますか。まあでもスピードはないよね。パワー B プラス勝負根性 A。で、この走りか。まあ、引退行きましょう。まあ、印も良くなかったですね。覚醒は。こいつにかけましょう。マルガイチャレンジは。マルガイの星。そして、ここっすね。流れ星。まあ、これも来てますし。まあ、この辺も印はかなりいいと。まあ、今年はね、楽しみっすよね。まあ、3歳も結構いいですし。まあ、大物はね、まだわかんないんですが。キングバリューはこんな感じで。まあ、結構レベル高いっす。賢さはいけてないね。エルコンはこれ問題ないでしょ。G1 級っすからね、能力。ちょっと飛ばすか、一気に。2月の4週くらい前行きますかね。なんか使っとこう。有効深める。あ、SP 使っとこうかな。調教師で、誰にするか。ちょっと能力確認しよう。ああ、やっぱね、いつも通り使いやすいっすね。それか、まあいつも通りですね。今回も使いやすい。で、有効深める使って、まあ、預けることができるようにね、しとくと。で、一気に進めますか。2月の4週くらいまで行きたいなと思います。あ、建設完成するね。途中で止まりますね。コロバ慶応施設、まあ、ガンガンね上げていきます。でスミレを配置して、2月1週まあ大丈夫やね。4週くらいまで行きましょう。進めます。さあ、大物、そして、マイルド芝。大物マイルエルコン。あ、大物マイル、騎手が、いつも福永にしてるんですよね。まあ、今回これでいいかな。はい。じゃあ。ライバル大事。フェブラリーステークス。真冬の熱い戦い、足毛のアイドルホース、大物マイル、東進ブリザード、砂の王者で、ユートピア、合流重ノボジャック、
じゃあ大物マイル、ちょっと絆ぶっ込むか。大物調子落ちてるか。海外走り、まあ良くないっすね。何かが足りない。スピードないか、賢さか、パワーか、まあ何かが足りないですねこれね。スピードは結構ありそうでしたけどね。ただ A はないんすかね、この感じは。大物マイル、ここ勝ちたいね。とりあえずちょっと闘志使いたいなと思います。違う、騎士はね、まあここ使いましょう。よし、これで。久しぶりに勝てるか。能力は、はい、こんな感じ。まあ、金札トップクラスはありますね。能力だけなら。はい、じゃあ、ネクストと。大物、どう？ああ、全然っすね。あ、じゃあそこまで高くないね。国内行った方がいいですね。マイルド芝勝てるところを登録します。3着。あ、人気ないね。ノボトゥルーか。いやでもこれね、能力はね、もう勝ってますからね。さあ、直線に入りました。これからの勝負、ユートピア。来てますよね。来てる来てる、大物マイル。いや大丈夫かこれ。いや来てますね。なんとも言えない、ギリギリの戦い。よし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 。あ、でも今回のメンバー相手に勝ってるので、まあ、まだ戦えるね。大丈夫です、いけます。変わってもらわないです。さあ、エルコーン、 G1 級のエルコーン。距離適正マイナス100はどうか。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。エルコーン先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。2番手はテレグス。粘れよ。エルコン粘る。エルコン先頭だ。よしよしよし、勝ちました。危ない危ない。はい、2着はテレグノス。G1 級ですから、まあ、テレグノシスに勝ちましたから G1 級です。証明しました。3月エルコンいきます。1800から2100になったか。いいじゃん。さあ、ライバル。名勝負オーラ。はい、まあ、ここも一番人気。まあ、大丈夫っすかね。一応確認しとこう。4コーナーをカーブし
して、さあこれからです。 N と先頭、あと 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はサイドワインダー、後続は大きく離れました。 N とゴールイン、はい、ここも勝ちと強いね。3着にサイドワインダー、 N と見事な勝利です。大阪行かないです。大物マイル行きません。エルコンはね、まあ連勝してますからね。はい、まあとりあえずこれで大物マイルはいいね。そしてエルコンもね、まあ登録はしっかりしてあるので3週休む、いや4週休もう。海外行きますかね。まあアメリカ使う、2100までだったっけ。まずちょっと適当に練習したいよね。いや5周にしよう。これでいきましょう。そしてまあコースかね、プラスプラスどこ使うか。まあこれでいきたいなと思います。ね、キングバリュー、そしてマイルド芝でエルコン、騎手は完璧。大物サウンド03、印どんな感じだったっけ。大物サウンド、あーこれっすね。あ、建設しとこ。よし、これで OK。 はい、あとは大丈夫かな。2番人気、まあ、海外は初っすね。初海外。さあ、マイルド芝どうだ?いい走りできるか ?OK! 勝ちました。そして、エルコン。タップダンス地に勝てるか。エルコンどうだ?いや、どうすかね。エルコン最後。グッと来るか。いやー、いい勝負でしたね。はい、ここはタップダンスシティ負けだ。まあ、でもやっぱエルコン強いね。よし、絆レベル上がりました。順調です。次は負けん。で、ここはレースなし。警察クラシック騎手変えたい。
じゃあこのまま行きましょう。マックススマイル調子微妙でしたね。マルシャ自慢集結、一個絆使うかな。聖剣の切れ味、聖剣の切れ味、デュランダ、必須のスプリンター。マックスマイル、あ、もうちょっとね上げたいですねこれ。じゃあちょっと使おう。調子、調子アップ。まあ投手は OK。 はい、じゃあここは大丈夫かな。で、期待できるのはこの辺で、シーキングザパールいいよね。なんか使おう、絆。一つ使っとこうかな。一個はね、枠開けときたいんですよね。この辺は二つ開けときたいので、まあ何も使わないですね。これも。あとは、あ、大物サウンド。あ、これ使ってもいいね。一応一つ使っとこうかな。はい、ネクスト。ここは厳しいね。はい、大物マイル。いける？ちょっと苦しいか、大物マイル。さあ、警察クラシック一番人気2着で、マックスマイル。まあ、ここはもうデュランダル、まあ、どっちかでしょう。4コーナーをカーブして来い、マックスマイル。カルストンライト先頭、マックスマイル先頭。あ、カルストンライト思ったが、前に迫れるか。残り 200m。 うわ、マジか、ここ抜けた。2番手はマックスマイル先頭。やるね。1着でゴール。2着にはどうやらマックスマイル、3着に向き合いたい。久しぶりに負けましたね。まあ、マイナス100なんすよね。お、ここ負けたか。さすがデュランダル。そして1年で一番楽しみ、4月の1周。どうだ。まあ、ミカ20丸はね、大事っすね。あー、北斗ペガ、まあまあまあやね。スキーパラダイス。ミカが丸か。あ、キャットいいね。キャットいいじゃないですか。まあ、シークレットパルはあんってやね。マイルド、キングマイルもいい。あ、ディクタスマイルも良さそうっすね。マイルドアートヨもいい。キングトリートいいね。あ、まあ、なかなか良さそうかな。アルティマトゥーレは使います。で、マックスマイルいきます。まあ、ここはね、得意距離なので、まあ、きっちり決めたいですね。勝ちたい。
幕。雪辱を期す王子。大物マイルが調子落ちてる。マックスマイル、ここはね、投手。絶対に負けられない戦いがここにある。この適正内でも絶対負けられないですからね。勝ちましょう。あとは OK かな。キングバリュー、そうか、キングバリューどこ行く。スピード S、 あ、そうそうか、賢さ E でしたね。これ賢さあればヨーロッパも使えるんですけどね。賢くないんすよね。能力は高いんですけどね。まあただちょっと一応行こうかな、2周休んで。警察クラシック、よし、じゃあ OK、 ネクスト。さあマックスマイル、1番人気タップダンスチー、キーフラタップダンスチーがいて、ファインモーションで警察クラシックかで、イーグルカフェ OK。 じゃあ第1ジェストへ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マックスマイル先頭、あと 200m。 どうすかね、ここは余裕か。マックスマイル先頭です。このまま押し切るか。2番手は警察クラシック、まだ衰えてません。段違いの強さです。2着は警察クラシック、3着にタップダンスして、ちょっと警察クラシックもさ上がってきましたね、強くなってきましたよ。これは気持ちいい。ワンツー、はい、サンキューで、絆レベル2まで来ました。5まで特性ゲットできるのがいいよね。これ大事っすよね。で、大物いきます。あとはマイルド芝、まあぼちぼちやれるでしょう。大物ちょっと絆確認して、あーどうすっかな、もったいない。究極仕上げ、まあ使ってもいいんですけどね。まあここはこのままでいいか。一番人気デルタブルース、まあ、とりあえずダイジェストで。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m を通過して、先頭は大物デルタブルース。まあいい走りですね。 OKOK、 これは強い。2番手はデルタブルース、大物1着、大物完勝。2着はデルタブルース、3着に桜サンセット、大物見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。はい、ここは菊花賞馬デルタブルースを抑えて勝ちと。あー、グッとくるか、グッとくる感じか。やっぱガツンとじゃなかったっすね。 OK、 マルド芝勝った、順調で、大物マイル。
大物っすね。スピード A。まあ、A でよかったっすね。OKOK。ただ NHK マイルカップは勝てないんですよ。金亀が来るので、これは勝てないです。はい。まあ、とりあえず、OK かな。ネクスト。さあ、大物マイル、3番人気。厳しい。マックスマイル入ってます。まあ、それは入るよね。ダートユートピアか。じゃあちょっと5月2週まで飛ばしますか。種付けは次回やります。次回の動画で。停止にしてましたね。ここちょっとネクストいきます。はい、NHK マイルカップいきましょう。まあ、金亀の走り見たいだけですね、これは。この能力だとちょっと厳しいです。大物3番人気。1番人気はもちろん、キングカメハメハ。ああ、印もいいね。もう、ぶっちぎってください、ここは。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。大物、先頭、外から、名勝ボーラー、先頭、大物、懸命に追いすがり。さあ、キングカメ来た。強いね。名勝ボーラー置き去り。名勝ボーラー、キングカメハメハ、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。圧倒的スピード、そして強さ。やっぱ大物パワーないですね。いいか。パワーいい。で、ビクトリアマイルいきます。マックスマイル、マイル芝で、キングバリュー、まあちょっと厳しいんですけどね。一応出走で、まあ分かんないですよね。やれるかもしれない。勝利の女神となれ、絶対王者。絶対王者。まあこの辺はね、もう何回も戦ってるので、まあここは大丈夫でしょう。衰えが来てなければ。大物ちょっと確認しよう。うわ、パワーいいか。まあそうっすよね。まああのコメントはダメですからね。そうか、あとはまあ賢さなんですが、パワーいいか。まあ、勝負根性 A プラスで、スピード A。まあ、そこそこ能力が高いんですけどね。まあ、やっぱ無双するのはやっぱこういう能力じゃないのね。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありました。